はい、どうもしんしんです。皆様ズムズムしてますかということでですね、なんか急に寒くなってきたね。ちょっと暖かかったんですけど、なんか明日からねどうやら雪が降るかもしれないなんていう、予報でございます。皆様ね、準備の方は、ご準備の方はいかがでしょうか、大丈夫でしょうか。はい、ということで今日はね、たまたまなんですけど雪道を撮影しにね行ってね、ちょうど撮れたやつをバックに今日やろうと思っていて、雪が降ると明日ね、もしかしたらだけど、降るということで、こちらね、CX60 のお気に入りのメーカーオプション5000と、そして松さんトークで、妙高高原の雪道を走りながらという感じでね、やらさせていただきます。はい、これね、ずっとね、私何度かね、雪が降る方に行って、雪道を走りたい走りたいということでねやってきて、ようやく走れました。妙高高原に行ったのが良かったのかな、もしかしたらユーザー方面じゃなくてね。これ妙高高原とね、いつもね雪がねたくさん降るとこなんですよ。夢横とかね、新井とかね、あの辺がね、新潟県と長野県の県境の辺なんですけども、ここがね結構降ってね、大変なとこなんですけども、ちょうどね雪が降っていただけたということで降っていただけたということでね撮影できました。で明日はね、今日これ撮影してるのは2月の8日違う9日9日の木曜日なんですけど、明日ね、関東地方でももしかしたら雪が降るかもしれないなんていうことでございます。首都圏の方の方はね、もしかしたら車のスタッドレスタイヤ履いてない方もね結構いらっしゃるかもしれないので、お気をつけて、いただきたいなと、思っております。はい、ということで、今日のね、メニューはね、毎回ですけど松山トークということで少し長めになりますが、ここのところね続けてるのでそんなに長くならないんですけども、一応ね目次作ってやってきますので、好きなところから、見ていただけたらと思います。本日のメニューでございます。まずはお気に入りのねメーカーオプション5000と私のね紹介させていただきまして、たまには私の愛車紹介したろかということでねちょっと見てください。はい、で、3つ目、もう少し、納車までね、尿車まで、もう少しで、4つ目は尿車報告、そして5個目は福男で、6個目、愛車紹介ね、皆さんの愛車紹介をさせていただきます。で7個目、松段で Y 段ということでねなんやそれって思ったでしょ。見てください、よかったらね。はい、で8個目、尿車前にと、なんか変な感じ響きね、尿車前にってね。はい、で9つ目が、コメント、そしてベスコメ、でまとめとさせていただきますので、長く丁場になりそうですが、ね楽しんでいただける内容となっておりますので、CX60 狙っているという方はまずねお気に入りのメーカーオプションこんなのがありますよという紹介させていただきますので、一つ参考にしていただければと思います。ではではやっていきましょう。はい、ということで、はい、ちょっと決めてみました。はい、まずはね、私 あのお気に入りのメーカーオプションということで、なんですけども、これ今日ねメーカーオプション私のお気に入りのやつ紹介しますが、ちょっとね、ネタも尽きてきたところで、こういう感じの、お題なんですが、もしかね皆さん今日はメーカーオプションだけど、ディーラーオプション、あとは社外品アイテム、お気に入りのものあったらぜひとも紹介しというか、コメントいただきたいと思います。ここでね紹介、みんなでさ、こんなんがいいとかあんなんがいいとかいうのが楽しいじゃないですか、このコミュニティがね、そういう場ですので、ぜひともね私の一番はこれだというものをね送っていただけると非常にありがたいです。よろしくお願いいたします。ではではまず一つ目なんですけども、まずはね私ねこのずっとねいいなって思ってた機能がありまして、それがねハンズフリー付き機能付きパワーゲートね、後ろのバックドアが開く、自動というかセンサーで足がこうかざすと開くやつ、あれがねめっちゃ羨ましかったのよ。CX8 乗ってる時もそうだけど、もう一個前アウディ乗ってたんですけど、その頃からねもうそういう機能って世間ではね、登場しだしててめっちゃいいなと。なんか先輩がさゴルフ一緒に行った時にさ、ゴルフ場の
さあのゴルフバッグ下ろすじゃないですか、あの玄関のところでね、下ろして発進するときにドアを、ドアというあのバックドアね、バックドアを自動で閉まりながら乗って動かしていくみたいなね、かっこいい、めっちゃかっこいいと思ってね、その頃からずっと憧れてて、もう私ゴルフしなくなっちゃったんですけど今はね、うん、まあでもすごく便利、すごく便利、なんて言ったらすごく便利あの手がね塞がっている時に開けて、ジュースとかねこう入れ後ろに入れられるという機能でございます。これはね奥様大事ですよ。あの皆さんね奥様に、こういう機能があるんだよということをね紹介していただいて、ぜひともね、CX60 をご検討の方はこれこういうのもあるよというのをね、まあ、今当たり前のような感じですけどもね、まあ、一応進めていただければと思います。はい、ありがとうございます。そして続いて、まあ、パワーゲートもねいいんです。あ、これちょっとね、まあ、補足というかなんですけど、このオプションでね付けられるというかもともと付いてるんですよね、クロス D のハイブリッドの方はみんな付いてるのかな、このパワーゲートはね。で付けるとしたらスノークロス D かな確かね。で8、パワーリフトゲートパッケージというか8万円ちょっとぐらいから9万円ちょっと弱ぐらいのね、パッケージがついてますね。まあ一応これ狙っていけたらと思います。もしこれがついてなかったとしたらね、全部オプション扱いだとしたら私は絶対つけるというようなね、ものになっています。はい、ありがとうございました。まあもともとこのエクスクルーシブスポーツとかね、プレミアムスポーツとかその辺はついてるということでございます。ありがとうございましたありがとうございましたっていうかねはい、で続いてです、2つ目、これもね憧れのオプション、これはパノラマサンルーフでございます。これはねちょっと写真あるんだけど、はい、こちらね、これ以前にもどっかの動画でね紹介したんですけど、その時にねレジ袋が写ってるのが生々しいって誰かが言ってたんですけど、それも写ってたけど、でもね紹介したくなっちゃうの、これね写真ね、これなんてことないじゃないですか。ただに天井を撮っただけでね、まあ、そこから外が見えるという写真なんですけど、ついね嬉しくて撮りたくなっちゃう。もう何枚もねこういう写真あるんですよ。こういうのね紹介してないだけでねもうテンションが爆上がりなんですよ、このパノラマサンルーフを見るとね、うん、自分の車の毎回見るやつなんだけど、うん、こういう感じで、撮っちゃったりしちゃったりしちゃってます。はい、皆さんはねいかがでしょうか。まあ気に入ったものはあるとねどうしてもねめでたくなりますからね、うん、これはなんかツイッターでどっかで上げたやつだね、うん、これも嬉しくて撮っちゃったんだよね撮っちゃうんだよすぐ、うん、これ朝日だよね確か、うん、朝日ね、いいでしょ、ね、これが毎回見れると思うともう嬉しくてね、たまらないということで、お気に入りのね、これはみんなオプションだよね、どの車でも。あ、違う、プレミアムモードとプレミアムスポーツとプレミアムモダンとエクスクルーシブモードねは強制装着になってます。はい、他のグレードの車はオプション扱いで、12万1000円ということでね、まあ高いですけどね、それなりの価値のあるかなと、思っています。まあ夏になったらちょっと暑いとかねそういうのはあるかもしれないけども、まあ嬉しくてたまらないという、オプションメーカーオプションでございました、2つ目ね。はい、で3つ目、これはねこれもねちょっとなんて言うんだろう、嬉しくてみたいなやつなんですけどBose サラウンドシステムね、うん、これはさスピーカーとか音にめっちゃ詳しい人からするともしかしたら、まあそんな、まあ結構いい、普通にいいぐらいだよっていうかもしれないけど、私にとってはね、すごく音が良くて、嬉しいし、スピーカー、ツイーターかな?あそこあるの。ね、あそこって言ってもわかんないよね。運転席から見て右前とかさ、助手席の左前のところについてるのね、あそこに BOSE って書いてあるだけでさ、まあ他のスピーカーも書いてあったかな、足元のやつもね、わかんないけど、その BOSE って書いてあるだけでさテンション上がるじゃないですか。これ BOSE のスピーカーついてるんやでということでね、友達にね自慢したとかしないとかまあしませんけどねまあそういう気分にもなると内心ね、これ坊主ついとるやでという感じでね、オラオラで運転ができるという感じでございます。まあ
音はさすごくいいし、満足いくものだと思うんですけど、もっとねすごくいいスピーカーももしかしたらねあるとは思いますけどね。まあこれでもすごく嬉しくて、嬉しくてのやつでございます。でこれもエクスクルーシブモードとエクスポエクモダプレメプレモダプレスポは最初からついてるんだよね、うん、で他それ以外は8万2500円のオプションという形になってます。これは私ね、もうもしついてなかったら絶対つける、うん、まあここで紹介するのはね、まあ、もしついてなかったら絶対つけるという意味のねあのやつなんですけど、まあ、あえて言わなくてもいいで分かるよということなんですけど、はい、はい、ですよね、はい。で、あ、こちょ画面の方はさ、すごく雪が綺麗にね降った後でね、この山というかこの木にさこう乗っかってる雪ってめっちゃ綺麗じゃないね。でもう一面雪、銀世界、雪のね、白銀の世界、何雪の世界、違うね、なんだっけ、雪の世界ね、あれなんて言うんだっけそう、めっちゃ綺麗よこれがさ、もうこれを待ち望んでたというね、シチュエーションでございました。これ吹雪いたりするとちょっと本気で不安になってくるから嫌なんだけど、これがさちょうど雪が止んでて、雪が降った直後でね、路面も圧雪してあって走りやすいんです。これね、まあ、あの四駆の性能がすごくいいというのもあるし、スタッドレスタイヤもね、ダンロップの、ウィンターマックス SJ8 プラスを入れたばっかりで、これねめっちゃいいよ皆さんね、これおすすめ、うん、ダンロップさんのスタッドレスタイヤ、以前まではね私横浜のタイヤ履いてたんですけど、もう全然この圧雪路な全く問題ない。ただもっと過酷な状況っていうのはね、雪の降ってるところにはねあるんですけども、それはね、まあ、もっと、まあ、シャーベットにみたいになってる時とか、あとはもっと寒波が来て、この路面がね踏み固められてツルツルになってる時とかね、うん、それはもうちょっと乗ってみないと分かんないところではありますが、この路面であれば、ね、全く問題ない。もう滑ったことはなかったねこの時は、うん、あの上りも下りもカーブもね、まあ、無理して踏んでっちゃうとダメですけど、もう普通に走ってる分には全く問題ないです。でこれどんどんさ雪の中入ってくんで、なんかね、うん、大丈夫なのかってちょっと一瞬思ったりもするけども、全く問題なかったということでございます。いいね、このまた行きたいわ。もうでも今シーズンは無理かな。でも明日雪が降ったらね乗りたいけど仕事なんだよな乗りたいけど、うん、まあ、不要不急のね冷やかしの運転を用意してはいいとは思いますけども、うん、皆さんもねもし行かれることがこういうところにねあっても、慌てずに運転すれば大丈夫ですよという、動画の内容ともなってます、はい。まあ、スタッドレスタイヤは必ず生やしていただいて生やしてどうすんのね履いていただいてね、うん、一応私おすすめ、まあ、横浜とダンロップはおすすめですね、自分の履いた中でね。もちろんブリヂストンはねもう言わずもがなというところではございますが、それ以外に狙っていくというところであれば、ダンロップとかね横浜はもちろんすごくおすすめでございます。私の経験上は全く問題ないというところでございます、はい、はい。ということで、まあ、ちょっと続きね、いきます。ちょっと間ね、挟んじゃいましたけども、続きはね、ポーズまで行ったんだよね。その後はね、私ね、色ね、この白銀の世界ですけど、色、車の色、これさ、当初、選ぶときにね、ロジウムホワイトメタリックというね、まあ、オプションカラーなんですけど、誰も見たことない状態だったんですよね。で白が欲しかったのは欲しかったんだけど、どんな白かわからんというようなね、ことではありました。ただまあ、プレミアムメタリックだよね、あ違うんだっけ、ロジウムホワイト、いいんじゃね、ロジウムホワイト、いいんだね、ロジウムホワイトプレミアムメタリックということで、これさすごくね、なんて言ったらいいのかな、妖艶というか生めかしい感じがするんですよ。この普段は落ち着いた白で、夜とかさすごくいいのよ。まあ、これ普段はこんな感じ、まあ、これ
タイヤ撮った写真ではありますが、この白いね、ボディが、映えるかなと思って入れてみたんですけども、この普通の通常の状態だとこんな感じで、まあ、これはいいじゃないですか。爽やかでさ、白くてさ、ピカピカしててさ、たまらないんですが、これはこれでねたまらないし、夜のプレミアムロジホは見てみ、これをなんか、あ、こいつはね違ったね、昼間だったねこれ良くないですか。こう光が当たるとこんな感じの色に、あ、これでもちょっとあの何、プラチナクォーツにも見えたりもしますよね。この後あの納車報告でね、プラチナクォーツのやつが出てきますけども、それにもちょっと似てるかなと、この光の下ではね。まあ、プラチナクォーツも綺麗よ。あ、これはちょっと白っぽいね。まあ、カメラのあれにもより切りで見えてるね。肉眼で見るのちょっと違うかもしれないけども、いいの。これ夜さ、このライトの下で見るのがね、いいの。めっちゃいいの。もしガレージがあったらさ、毎日眺めながらバーボン飲むわ。本当に。まあ、酒飲まんけど、私。バーボン飲んだるわ。本当に。いいよね。それぐらい気に入ってる、プレミアム、ロジホアでございます。はい。まあ、いろんな色はあるしね。皆さんのお気に入りの色はあるとは思いますが。まあ、ソウルレッドもさ、プラチナクォーツも、黒もさ、みんないいんだけども、まあ、人それぞれね、好みで購入するとは思いますが、もし白がね、狙いというか、まあ、好きだという方で、ちょっとまあ迷っているという方は、おすすめ、私はします。白はね、このプラチナクォーツメタリックじゃなくて、なんだっけ、ロジウムホワイトね、まあ、めっちゃいいと。まあ、もし白系が良ければ、プラチナクォーツもありだと思われます。はい、ということで、4つ目、5つ目。4つ目がそのロジホアのね、色がめっちゃいいということでございました。はい、そして最後ね、5つ目です。5つ目はね、クルージング&トラフィックサポート。これはさ、あ、ごめんね、さっきのロジウムホワイトね、優勝カラーで、5万5000円、プレオプションのね、なってます。で、もしソウルレッドにするときは7万7000円かかるということでございました。補足でね。はい、すいません。で、さっきほどのね、クルージング&トラフィックサポートということでね、CTS かなの機能なんですけど、これもいいよね。これはさ、クルージング&トラフィックサポートって簡単に言うけどさ、前の CX8、またはアウディに乗ってたときと、比べ物にならないぐらいすごく楽でございます。これは渋滞の時でもさ、ゆっくり前の車についてってくれたり、あと車線をさ真ん中を走ってくれるということ、まあ今ではさ当たり前のことなんだけども、これはすごくね、遠出をするんですよ。私ね、結構遠出するので、その遠出する時ってやっぱりさ、まあ運転も好きだし、この車も好きだけれども、疲労はどうしてもするじゃないですか、人間だからね。なるべく疲労しないで、行ってきたいというのがねありますので、それをね助けてくれるということで、まあ、渋滞になってもさイライラしなくて済むと、まあ、これちょっとねボタンを押しておけば前の車勝手についてってくれるということで、もし止まっちゃってもまたボタン一つ押せば始まってくれるというのが、これはねたまらんね。うん、もしねオプションをこれつけるかつけまいかつけまいか迷っている方はね、ぜひともつけてほしい。うん、でパッケージでさ、いろいろ5万5000から9万9000でその、ね、狙ってる車種のグレードによって値段が違いますのでね、クルージング&トラフィックサポートパッケージということで、その、ね、パッケージングになってますので、ぜひともつけていただきたいと思います。そして、ぜひともね CX60 を、購入していただきたいと、まあ、購入してる人はね、見てる人の中では購入してる人がほとんどだとは思いますが、まあ、これからね、購入されるとかもしれないという方に向けての、まあ、一応アピール動画という形になります。どんどんね CX60 をねこのように増やして60をね増やしていきたいと思ってます。私最近さ見るでしょ見ないですか、見るでしょ私ね通勤してる時に毎日もう2台もう絶対会う人がいます2台ね
プラチナコーツとね、ジェットブラックの CX60 のあなた、最高です。かっこいいです。なんかさ、あの正面、自分の車、自分で乗ってる時自分の車正面から見ないからさ、わかんないんだけど、あの、結構ね、すれ違う時に最近わかったんだけど、こう、めっちゃ迫力あるよね。結構角張ってるじゃないですか、最近の車にしてはね、60は。ね、なんて言うんだろう、流線形もあるけども、このフロントの部分ってすごく四角いイメージのね、車なので、四角がやってくるみたいな感じの四角の塊がやってくるみたいなね、めっちゃ迫力があるんですよ。それが好き。こんなすごいの乗ってるんだって自分で思うとね、もう早く帰って乗りたいわって思うんですけど、なかなかね乗れないんですけど、いいよね、たまらんよね。うん、ほんとランクルか60かってね、いうぐらいの感じで、まあちょっと言い過ぎだけど感じではあります。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、冒頭の話題は、私のねおすすめのメーカーオプション、これがねハンズフリー機能付きパワーゲート、そしてパノラマサンルーフ、そして BOSE のサラウンドシステム、そしてロジウムホワイトというか、まあ優勝カラーのねロジウムホワイトプレミアムメタリック、そして、クルージング&トラックピークサベートサポートサベートサポートクルージング&トラフィックサポートということでね、言えたわ、まあ言えたね、うん、そのCTS 、うん、これが、今のところね乗ってる中でめっちゃいいわと思うような、オプションでございましたので、一つ参考にしていただければと思います。ありがとうございました。ではでは続いてね、やっていきたいと思います。まだまだ私の今日はネタでいきますけども、まあちょこっと、うん、続いては私の愛車見てくださいということで、たまには見てくださいということでね、この美代子高原に行った時にちょっと写真撮ったりもしましたんで、軽く見ていただきたいということで、これね雪の中でよくない、ちょっとこうワイルド野郎という感じのワイルド野郎と、うん、言わんばかりのこのサイドショットでございます。はい、このやっぱちょっと汚れてるぐらいがねいいのよ、 SUV っていうのはね、うん、後で洗車すればいいんですから、ちょっと汚れてるぐらいでこう乗るのもねたまらんということでございます。この雪の中のロジウムホワイトもいいよね、うん、黒が余計こう際立ってね、すごく嬉しいんですね。たまには私の車見てくださいまあみんな同じなんだけどさ、特徴ないんだけどさねまあホイールぐらいか、もう違うって言ったらね、違うって言ったらね特に違いはないんだけど、まあ、たまにはね、ええやろと、たまにはええやろということでね、見てもらってます。この雪がやっぱり私好きなので、どうしてもね、テンション上がってね、ちょっと今日変なテンションになっちゃってるけど申し訳ないんですけどもなんか前誰かに言われたよね、なんだっけ、なん変な陽キャなおじさんみたいななんだっけな、忘れちゃったけど、そう、陽キャなおじさんなんですよ。イカれた陽キャなおじさんっていうね、感じなんですけども、はい、こういう感じでね、どんどん、雪の中でね、突き進んできた、私の60でございます。うわ、この上からもさ、いいよね。ここさ、パーキングなんですけど、高速のね、もう誰もいなかったんでさ、ちょっとこう、帰るときに、最後さ、ハンドル切りながらね、アクセル思いっきり踏んだんだけど、ドリフトにならなかったね。あれが効いちゃって。トラクションコントロールみたいなのね、効いちゃって、横滑り防止が効いちゃって、全くケツが出ずという形でございました。うん、まあ、これ、すごくないですか、これ。私、立ったまま、普通に地面に立ったまま、手を伸ばして下を向け、iPhone 下を向けて撮ったというね。めっちゃこう台に乗って上の方が撮ったみたいでしょ。うん、背が高いんですよ。それを最大限生かしたショットでございます。はい、もう飽きたね、この雪のね、私の60。はい、ということで、これちょっと可愛かったんでさ、トスポ君みたいじゃない、雪の帽子かぶってるね、ポストを発見しまして、ちょっとね、入れてみました。私の車関係ないんですけど。はい。
はい、ということでこれ、ね、先ほどねそのポストがあるセブンイレブンのね、駐車場ですけど、これ除雪するとこんなになってしまうんですよね。この雪の壁がね、まあ、私雪国に住んでたことあるから思い出す感じなんですけど、すごいね雪をかきっていうのは大変、うん、そしてこのフェンダーのさ後ろの辺にねこうやって雪が溜まってきます。雪降ったの雪道走ってるとね、でどん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 こう寒ければ寒いほどこれ凍りついてくるので、あの時々これを落としてあげてください。こいつがね悪さしたりするので、時々あの注意してね落とし蹴飛ばしてもいいし、何かでねこう落としてもらえばいいし、溜まってきちゃうとこいつがこう巻き込まれてね中でゴロゴロっていったりね変なことしたりするので、どっかねプラスチックの部分が割れたりとかしないように、少しずつね取ってあげてください。はい、そんな感じでございました。皆さんはね私の車だけを見てる時間が長すぎてもうってっていう声が聞こえてきそうなんですけども、ありがとうございました。2番目のねコーナーは私の愛車もたまには見てというコーナーでございました。ありがとうございました。はい、続きましてね、尿車もう少しもう少し尿車の方々のコメントを紹介させていただきます。まずはねこちら、はい、タックホックさん、実は ALC の機能7年間知らなかった、60でじっくり試します。納車まであと13日、車庫証明取れたかなということで、もう取れたかな、これねちょっと1週間ぐらい前のね、コメントいただいたものなんですけども、 ALC ってあれよね、オートなんだっけ、ちょっと待って音がさ、音が車速によって、どっち待ってよ、やつよね、音が車速によって、大きくなったり小さくなったり大きくなったり大きくなったりするやつじゃなかったっけ、出てないねあれどっかにあった気がしたけどな、 ALC ちょっと待って調べるわ。あ、オートマチックレベルコントロールね、車速に応じて自動的にオーディオの音量が、音質が変化する機能と、車速が速いほど変化量は大きくなり、車速が遅いほど変化量は小さくなります。自動で音量を調節する機能のため、コンテンツによっては聞こえ方が変わりますというね、ものでございます。はい、これね、まあ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 、ついてたんだねっていう感じですよね。まあ私もね CX8 の時知らなかったな、ついてたんだっかな、うん、60ではね、なんかついてると誰かが言ってたような言わなかったような気がします。ありがとうございました。続いて、まんまるシェフさん、シンシンさんこんばんは。頼んでいた赤のクロス D エルパケの納車日が2月20日予定になりました、なので急いでスタッドレスタイヤを注文、何の缶のと迷うと結局は同じブランドを注文してしまいました。なるべく、安くで12万電気代が痛い中、超厳しい前冬にも相当真冬に外も財布も氷結ですと、うん、ミッションと音足の音が気にがかりでしたが、クロス D マイルドハイブリッドの試乗車では全くうるさくなかったので今のところハテナとなっています。試乗コースは田舎の継ぎはぎ舗装だらけの農道、しかも途中で、白黒パンダが後ろにぴったりついて嫌がらせも兼ねて時速20キロ走行でです、足も硬くなく、どちらかというとワンテンポ遅れて1回だけじゃ収まらない上下動は、シトロエンを思い出すなと、確かに万人向きではありません。どちらかというと、マニア向きです。入社されたら、距離稼ぎも兼ね、ドライブしますということでね、楽しみですね。クロス D のねエルパケもうちょっと20日だからあと 10日ぐらいかだいたいね、なってますけどもね、待ち遠しいですね。はい、ありがとうございました。続いて、156α さん、シンシンさんおはようございます。 25S 組昨日 D から工場出荷されたの連絡ありました、あと少しということで、これもまあちょっと1週間ぐらい前にねあれなんですけど、金曜日に、登録終わって今仮想センターにいるみたいですということで、 25S 組もうちょっとだね、だからどうだろうね、今月末ぐらい来るかなね、早くこれ知りたいですな、もうすぐですなと私も返信させていただきましたが、ね、楽しみですね。ガソリンモデルがどんな塩梅なのかということがね、気になりますし、乗ってみたいなと思うところであります。156α さんありがとうございました。もうちょっとだね、はい、ということで、の
納車待ちのね、もうちょっとですというコメントは以上と、なります。ここからは、納車報告だよね、納車報告なって、とさせていただきます。納車報告やっぱ増えてきたね、うん、あれ私さっきなんか言おうと思ったんだよな、あかん忘れたなんか言おうと思ったんだよな嫌だねおじさんはね、ほんと嫌ですな、はいでは入社報告、まずはね、モイモイさん、モイモイさん、こんばんは、クロスリー納車されたので勝手に報告しちゃいますというねあのメールをいただきました、ありがとうございます。シリーさんこんばんは、クロス CX60 クロス D エクスクルーシブモード、AWD 本日納車されました、おめでとうございます。ほとんどの乗車レポートがないのでレビューさせてくださいませ。事前にハイブリッド試乗していたので、重厚な走り出しをイメージしてましたが、まさかのレスポンス鋭い強烈な加速、重さを感じさせない加速にびっくりしましたと。おー、いいっすね。でシグナルダッシュで気づいたら、先頭走ってる感じです。乗り心地は強めの段差で強い突き上げを覚悟していましたが、強い突き上げは一切なし、もちろん固めですが衝撃の角が取れた気持ちよい乗り心地でした。ミッションからの音問題ですが、今日乗った段階では一度も異音をしませんでした。運転が楽しくて、音楽なしで走行していましたが、異音らしい異音はありませんでした。今後乗ってたら異音が出てくるかもしれませんが、と続いて、ちょっと待ってね、はい。本日のルートはディーラーで納車後、川崎大師でお払い続けて、箱根ターンパイクと伊豆スカイラインを激走してきました。タイヤの皮むけてないのでのんびり走るつもりでしたが、気づいたら結構なスピード出てました。 CX5 より2ランクぐらい上の速度で、走れますねと。ハイブリッドシリーズで感じた高級感は、乗り味走り味とともに、影を潜め、やんちゃなスポーツ SUV って感じをとても感じました。スポーツかぶりは目をつぶってくださいと、大丈夫ですよとりあえずファーストインプレッションはこんな感じです。運転していて、ニヤニヤしてしまったことは久しぶりの大満足の一台でしたと。いいね。で、燃費は今まで IDM も含めて気にして乗ったことがないのでレビューしないでおきますと。ということでお写真をいただきました。クロス D のね、エルパケ、なんだっけ、エクモード、ごめんなさい、エクモードね、AWD です。いいね。でソウルレッドで、このパターンは初めて見るかな見ないかな、うん。いや、いいですね、かっこいいですね、うん。なんだろうな、これが街にあふれてほしい、本当に60が、うん、どん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 ね、なんて言っていいんだろうな、世間をね圧倒して我々60グループで走りたいね、うん、いいよね、これもいいな。だからあのバックショットね、これバックショットですけど、このソウルレッドが一番似合うかな、やっぱりね。このマツダの車、やはりねソウルレッドを基準に作ってるというものでございますので、うん、まあこうなんていうんだろう、違和感なくというか、いい感じにね、作られてるなっていう感じがします。かっこいいですね、うん。これからもね、レビューねお待ちしてますんで、ありがとうございました。続いて、ナービスさん、シンシンさんお久しぶりです。今更ですが1月15日くらいに納車されました。あ、最近は納車のことを尿車というようになったんです。そうか、久しぶりに動画を見させていただいて、時の流れは早いなと感じておりますなぜかねちょっと尿車になってるんですよ、納車のことがねさて今更クロスリーハイブリッドの感想など重要なさそうなのですが、いやそんなことないです、ないですよ。1ヶ月弱ほどの広告させてください。車の生産は12月中頃のことだったのですが、初期の頃によく言われていたセンサーのエロいかんって、これはセンサーのエロのようなものは一切ない、出てないです。あとドアの開閉音のこともディーラーに聞いてみたのですが、対策済みの納車だったそうです。本当かなと、うん、ディーラーにある試乗車と比べてみると確かに少し良くなってる感じがしましたという、気がしましたと。
で、先ほどセンサーのエラーはないと言っていたのですが、納車の時から一つだけエラーが出ていて、それはバッテリーの充電が足りていないというようなものでした。ディーラーが言うには、納車前に用品取り付けの際にエンジンをかけずにドアやトランクを開けたままにしていた時間が長かったからで、運転して充電が溜まったら勝手に消えますという説明がありました。なのですが、1週間600キロほど走っても警告が消えないではありませんか。ドアを開けるたび、そしてエンジンを切るたびにメーターのところに警告が出て、ブザーが鳴ります。ということで、今ディーラーでリセットなるものをしてもらっています。乗り心地とかは個人差あると思いますが、自分としては十分 OK です。60の前はトヨタのコンパクト SUV ハイブリッドに乗っていましたが、それと比べると今まで体が頭が左右に振られていたんだと気づかされました。あ、これ松田のね、いいやつ、いい感じのやつですから。トヨタの前は CX5 のディーゼルに乗ってましたが、あの時のディーゼルより間違いなく静かで振動も少ないです。燃費もいいし、やっぱりディーゼルいいですね、ということでございます。ありがとうございました。いいですよね。いいです、いいです。頭が振られないっていうのはね、このマツダのね、車の特徴というか、いい感じに、まあ、前の車で言うと G ベクタリングコントロールみたいなね、ところもありますが、今もおそらくそういう風に作られていると思われます。はい、ありがとうございました。続いて、ケンさん、シンシンさん、こんばんは。ついに本日納車されました、おめでとうございます。やっと皆様の仲間入りです。早速イノクラレザーも取り付けました。機能が多すぎてまだまだ使いこなせないですが、少しずつ楽しみながら慣れていきます。これからも便利グッズやカスタム情報を楽しみに拝見させていただきます、ということでありがとうございます。はい、楽しんでいきましょう。はい、おめでとうございました。で、コチさん、コチさんね、またなんだっけ、スパチャいただきまして、コシさんね、ありがとうございました。すごくね、なんて言うんだろう、嬉しいです。嬉しいし、大切にね、使わせていただきます。グッズとかね、買っていくのでお金が、ね、足らない状態ではあるのでありがとうございます。まあ、でもちょっとね、一回やりだしちゃって止まんなくなっちゃってるのであれば、大丈夫ですからね、無理してることはないと思いますがね、ご無理なさらずに、応援していただけると嬉しいです。まあ、いただけるものはいただきます、ね、ありがとうございます。また1600ポイントいただきました、ありがとうございました。はい、そして、内容ですね。土曜日来て、車来て乗りましたが、嬉しさが勝ってわからないだけかもだけど、不満はありませんでした。本日5がつく日なので、PayPay で FJ クラストさんの、プレミアムラゲッジマット、プレミアムサイドプロテクト、プレミアム、ドアプロテクト、サムライさんでラゲッジスカーフプレート、サイドスカーフプレート買いましたということでね、5のつく日は、なんかポイントがつくんだっけ、このPayPayモールかな、PayPayモール。私、PayPayモールであんまり買い物したことないんですけど、つくのかな。私ね、楽天か、何あれが多いんですよ。アマゾンね。うん。まあ、楽天も5のつく日がいいとかね、そういうのあるんですけど、皆様ね、お得に買い物していただければいいかなと思います。コシさんね、ありがとうございました。なんか特別なことを何かしたいけど、思いつかないな。どうしたらいいかね。ありがとうございました、コシさんね。何回も言おうという感じでございます。はい、続きまして、はい、続きましてね、レジーパパさん、新進日記って何ようやく納車されましたよ、おめでとうございます。 PPP が手元に長かった、しかしやっと出会えたものもつかの間、すぐにキーパーさんに回収されていき、再び手元に戻ってきたのは夜7時。この時点で、まだ走行15キロなので、大黒目指して首都高を走ってきました。なお多数の YouTuber がしてきているヒュンヒュン音は、しっかり聞こえます。車内がかなり静かだからというのもありますが、とはいえ、サクラやアリアと比べると結構普通に聞こえてきます。普通の車よりも静かです、と。よかったですね、ようやく出会いましたね、 PPP にね。ちなみに、なぜか大黒を空腹した後に下道に降りた頃にはあまり気にならなくなってました。でもやはりヒュンヒュンなるよりはヒューヒューだよって言われる方が良き。またギクシャクについても納車、直後はアクセルの踏み込みを躊躇していたので際立ってましたが、これまた慣れてくるとギクシャクは感じず、ハンドル切った時のギリギリ音は今のところなし、むしろハンドルこんなに切れるのと驚く、うん、切れますよね、切れます、うん。はい、続いて、大黒までの往路
は足回りを気にしていた見たのですが、足回りが硬いというよりもシートが固めなのかなという感じで、道路のつなぎ目もそれなりの速度だと、深夜にこたく乗って、首都高を使って帰宅した時のクラウンのような滑らかさに感じました。まあミニと軽自動車ユーザーなので、この辺の感覚値は鈍感ですねということで、そしてフクロウは、少しキビキビ走ってみようと思ったのですが、中間加速がめちゃくちゃ気持ちいい、中行きってやつかなもう刺激されます。キビキビ走った感覚としてはなぜか懐かしのミニが上品になった感じで、バッテリーがほぼゼロになった状態でも踏み込めば伸びるし、路面には吸い付くし、なんとも不思議な感覚です。というわけで本日納車後100キロほど走った感想です。まだドライバーズなんちゃらも登録してないので明日やってみますということで、ございます。このレジババさんをね、もうずっと待ってましたから良かったですね。おめでとうございました。で、これ、写真送っていただきました。キーパー前のね、プラチナ、ゴーツメタリック、プレミアム、スポーツの、PHEV。なんかちょっと違うな。PHEV のプラチナクォーツメタリックの、プレミアムスポーツか。の PPP でございます。キーパー前ね。で、キーパー後、違いはよくわからないですが、なんかテカテカしてますね、という。写真がこちらでございます。キーパー号ね、かっこいいね。先ほど私のね愛車紹介させていただいたところの写真よりも白く見えるよね。まあこの蛍光灯というか、で電気の感じにもよるんでしょうけども、電灯のね、めっちゃ美しい、めっちゃ美しい、めっちゃ美しいねはい、続いて、初めてな大黒パーキングかな、端っこは空いてたおかげでお隣からだいぶ話すことができましたということで、私大黒パーキングのこと大黒って言ったよ最初ね、知らなくてね。でも聞いてみたら聞いたことあるなと思ったけど、それはこちらね、これ夜なんか大黒パーキングってこういうの行ったことないんだけどええ感じやな、なんか車がいっぱい集まってんだね、なんか生かしたそういうところなんだ、そういう感じなんだ、聖地なんだね、で大黒往復ほぼ首都高で特にエコ運転とか気にせず、こんな感じですというのが、このメーターね 14.5 キロと、で平均電比が 24.7 キロと、この辺がな、まあ、電気で 24.7 キロ走ってて平均燃費が 14.5 キロと、これどう、ね、わかんないね。で、あ、タイヤは石橋さんでしたということで良かったですね。みんなね、ブリヂストンの方がね、お好みでしょうから、良かったかなと思います。一晩開けてアルミペダルも装着。これで、今日から気分はランバラル。はい。あ、かっこいいですね。この、CX60 で入ってないやつだっけ？忘れちゃったけどね。結構前にもうね、購入されてて、装着していただきました。アルミペダルね。ペダル仲間ということでございます。皆さんもね、ペダル、装着してみてはいかがでしょうか？めっちゃ嬉しいよ。いいよ。いい感じですよ。はい、ありがとうございました。福男のコーナーとさせていただきます。まずはね、こちらの方です。156アルファさん、2個目、1個目じゃなかったね、2個目。昨日私の 25S が完成して工場出荷されたと、D から電話ありました。あ、もう少しです。そして今日マツダミュージアム行ってきました、が CX90 が、船に乗る順番待ちしてました、透明に見てもホイールですぐ分かり、アーティザンレッドの車体は存在感抜群、90とてもいいですねということで、ありがとうございました。おめでとうございます。そして K さん、3番ゲッチュ、しんしんさんないつライブ配信やるのですか、こちらは楽しみでずっと待っておりますですよということでねそう、今ね、もう勉強してます。もうすぐやりますよ、もうちょっとしたらね。どういう感じでねやればいいのかをね、まあ、OBS というそのソフトがあるんです。それのちょっと扱いをね勉強して、あとはねどういう感じで進めたらいいかというのは決まったら、やろうと思ってます。ありがとうございました。そして、ゾノタウンさん、サンブワーンということで、ありがとうございます。続いて、チャキさんね、5番目
まだ動画溜まってるので今から追いつくべく見ていきます。あ、眠気が寝る前に見てる方結構いらっしゃるね。ありがとうございます。そしてトモさん、マイケル・ジョーダン23番時刻は24番と、中山子、中山子、山中子、お気づきになってほっとしましたよと。そう、間違えてたんで途中から気づいた、うん、で今作はチューハイ片手に寝落ちしながら、二の見でした。CX90 ね、圧倒的な存在感ですね。エクステリアかっこいいですね。CX80 の発表は楽しみになってきましたねと。この際ですか、スカーフプレート、春までと言わず80くんまで寝かしておきましょうかねと。酔いを言い訳にし好き勝手言ってすみませんでした、おやすみなさいということでね。そうか、取っとくか80ね、80欲しいね。あれどうでしょうかね、まだ何も分からんけどね。90が出たところでなんとなく想像がイメージがついたという感じでございます。はい、ありがとうございました。はい、続きましてはね、愛車紹介ということで、まずはというか、こちらです。豆腐屋さん、氷点下むちゃくちゃ寒い中、サムライプロデュースつけましたよと。動画で施工日は暖かくないとみたいな話が出てましたけど、何も考えずに装着してしまいましたと。白いボディ部分にはブラックヘアライン、樹脂にはカーボン調というスタイルにしました。全部ブラックヘアラインに統一しようかとも思いましたが、思い切ってカーボン調にしたところパターンの切り替えがスタイリッシュに見えて個人的にはありだと思いました。内側のスカーフプレートが再販したらまたカーボン調の方を、買って、つけてみようかと思いましたということで、こちらで、まあ、愛車紹介というか、これね、サムライプロデューサーのこれなんだっけ、リアバンパーステップガードね、がブラックカーボン、違う、ブラックヘアラインね、でスカーフプレートの方がカーボン調ということでね。これね、実は私もカーボン売ってなくてさ、あのブラックヘアラインのやつがね、カーボン調にしようかなって心の中で思った時があって、でずっとあったんですよ、カーボン調売ってたので。ずっと悩んでてどうしようかなと思って、もういいかカーボン調にしようかと思って、注文しようと思ったらカーボン調も売り切れでしたそう、それなのでずっとその後待ってたんですけども、そしたらまあヘアラインがね、ブラックのヘアラインが出たので、それを買って、まだつけてません、私はね。寒いからダメだと、いうことだったのでちょっと待ってたんですけど、まあつけたということなのでね、私もつけてみようかなと思ってます。寒い中でもねつけられたということでございます。これあのカーボン調ね、これいいっすね。こうなんか内側のやつはカーボン調のいいかもな、うん、これは外側のねスカーフプレートになってます。これがブラックのねヘアラインということで、かっこいいね、めっちゃシックでかっこいいね。アルミのペダルも決まってるしね、タンカラーのね、これめっちゃかっこいいな、ええな早くつけようかな、私もね、つけようかなつけちゃおっか、もう寒いけどもう行ってまえという感じかな。はい、ということで、ありがとうございました。豆腐屋さんね、また送っていただき、また何かありましたらね送ってください。ありがとうございました。はい、ということで、続いてはですねこれでございますよ。来ましたね、気になってた方もいるかもしれないんですけども、こちらでございます。俺のメタボを超えてゆけさんね、はい、こちらでございます。心身の末端で歪断のコーナーでございます。はい、ということでね、あ、ちょっとなんかいまいちだったな、固まってなかったな、こう方向がはい、これね、俺のメタボを超えていけさんね、シンシンさんこんにちは。私の60くんの、製造状況 D に確認したところ、全く不明とのことでした。まあ9月契約なのでまだ修行が足りんということですね。ニンニンとにあれね、ドラマ見てるかな、もしかして。私も見てます、あれめっちゃ面白いね、ニンニンね、伊賀と甲賀のさ、いいよね。うん、昔さ、まあ、忍者服部くんはもちろんだけども、忍者のさ漫画ってすごく好きで、見てましたよね、皆さん見てたかもしれないですけども、さすがの猿飛びっていうね、やつがめっちゃ好きでした、子供の頃ねそういつか
俺も水面を歩けるようになってやると雪の上を足跡をつけずに歩いてやるとね思ってた少年でございました。無理だったね。はい、その話はどうでもいいんですけど、さて私皆さんの役に立つ情報が少ないんですねと、必死になんかないかなと思ってたらありました。30年前に同級生に教えてもらった、元素周期表の覚え方、ぜひ皆さんもお子様などにドヤ顔で教えてあげてください。16列目になりますよと、これ私ね、ごめんなさいね、元素記号を覚えたことないんですよ、苦手だったので言い方が分かんないんだけど、水平リーベイなんとかですっていうのは覚えて知ってるんですけど、ここはなんていうのNPASSBBIMC ね、日活ポルモポル日活ポルの明日はサービスであれない日活ポルの明日はサービスでもっこりみたいな感じかね、分からんけどあず滑ったな、まあいいか、で松山でバイザンのコーナーでお願いしますということでね、これが、最初のね冒頭の説明目次の松山でバイザンですし、このコーナー始めで言ったやつです。何のこっちゃと思ったとは思いますがね、もしねこの松山でワイダン聞いていただけた方がいらっしゃいましたらネタをお待ちしております。なんか面白いネタあったら、松山でワイダンのコーナーで、紹介させていただきます。ありがとうございました。俺のメタボさんねおもろいな、ありがとうございました。はい、ということで続いては尿車を前にということでございます。はい、シンシさん、モナパパです。90の考察動画お疲れ様でした。リアバンパーステップガードが60くんより先に届いてしまったので開封写真を送ります。ちなみに、D からの連絡で60くんの尿車が2月19日になりそうです。尿車後に取り付けないといけないものが、なかなか溜まっているのでまた都度写真を送りたいと思いますということでありがとうございます。もうね、尿車を前にねどんどん品物が増えているということで、送っていただきました。ゴミ箱の上に乗ってるねこれねサムライプロデュースがねこれゴミ箱じゃないのかな、わかんないけどはい上にね、上にしてくださいということで、ちょっと開いて開けてみるとこんな感じね、リアバンパーステップカードとすごいね、刀みたいなね、サムライプロデュースから刀が送られてきたみたいな感じだよね、サムライのねかっこいいね、これ早くつけたところを見てみたいと、思われます。1メーターと4センチの長さでございました。モナポさんありがとうございました。尿車を前にね、どんどん溜まってしまうということでございました。はい、続きまして、コメントか、最後ね、コメントのコーナーとさせていただきます。ライト933、そういえばタイヤの件、12月9日くらいまでに、注文した車アレンザで、それ以降の注文は東洋 BS ランダムですよということでございます。まあタイヤ供給の件もあるからね、ということでしょう。はい、でスクラッチゼンさん、シンシンさんは動画にしていただきありがとうございます。マツダ社はやっぱりシンシンさんの動画が一番ですね、これからも楽しみしていますということでありがとうございます。スクラッチゼンさん、人やな、ありがとうございますはい、続いて、エイジさん、もし CX60 に、直力ガソリンがないのに、80に搭載されたらグヌヌヌヌヌになりそうというねなりそうね、グヌヌヌヌはあれだよね、ワンソクさんグヌヌのやつだよね多分ね聞いたことある。でヒデクさん、シンシンさん吹き出しましたと、ベストコメント賞いただけるなんて、妻に報告するわけにいかないし、誰にこの喜びを伝えたら、自分だけ噛み締めて生きていく所存でございます。本日は誠にありがとうございました。で盾と金一杯いつ届きますかと今度はベッド下ではなく浴室天井に隠そうかと思いますよねそう、スカーフプレート私と同じ、まだつけてないんですよ、秀樹さんね、隠してあるの春まで、撮っとこうかというようなね、ことでございます。私も一緒に撮っとこうかなと思って、いうことでございました。ありがとうございました。で、あゆえさん、変態児お疲れ様です。窓ですか、場合にもよりますが曇りが気になるときは、外気循環が鉄則以上と
あの以前ねちょっと曇るという方の、コメントで、あのコメントさせて、していただきました。ありがとうございました。やっぱそうだよね、外気入れていくしかないよね、おそらくね。でエクステリアですかかと、メッキモール高級感あるってめっちゃかっこいいですが、メッキを食べ飽きてしまったのでジェットブラックのエクスポと、可能な限りシルバーメッキを排除して黒で統一してみました。メッキを入れないってのも統一感でいいですよと、センターコンソールとか、ドアの内装もプレスポに変えたいんですが、ディーラーが首を縦に振ってくれなくて困ってますということでね、まあメッキがいいと思う瞬間もあるし、その黒のねスポーツモデルの感じもがいいっていう瞬間もやっぱりあるんだよね、あの高級感と、スポーツ感、これがね、ちょっとねいろいろ入り混じる感じがいいんです、この迷う感じがね、迷っていきましょうありがとうございました。ミンココパパさん、シンシンさんお疲れ様です。CX90 見ての感想同感です。まるでパーティーでめっちゃ可愛いと思って声かけて成功した後にもっと美人さんが出てきた感じですとうまいこと言うねうまいことね予感はしてましたけどねと、CX80 出たら同源しようと、買い替えたいとか言ったらママに、場内引き回しの件にされるの間違いなし、まだ60も来てないですしそうだよね、来てないからね最初に会った女の子に、尽くすのが男の筋倍と、そうだね、指名したら最後倍、ずっと指名する倍そうだね、はい続いて、グーグルさん、チンツーさん、いつも酔っ払いながら、視聴してます、最近はビールより日本酒がお好みですぐに寝落ちします。ほんと昔のミクシーぐらいの、情報量多くて目を閉じながら大変参考にしております。知らぬ間に、Amazon 等でポチってたみたいで60のアクセサリーが届く日々を送っております。もう無意識に買わないようにしないと奥さんに怒られそうです。ではではおやすみなさいということでね、買っちゃうんだよね、すぐポチっちゃうね、だよね、わかります。私もね、この間ね、まあいろいろさ社外アイテムね、探しててポチってるんですけど、この間ね、社内の掃除機のさハンディ掃除機あるじゃないですか、あれね1個ポチったので失敗したわ。来たやつ、まあ4000か5000ぐらいのやったけども、もう全然電源が入んなくて、でようやく入ったと思ったら止まんないのよ。でもう止まらんと思ってさ、もうね、どうやって止まるのか、いろいろさ30分ぐらいさ試行錯誤してようやく止まったと思ったらさ、この止まったらまた動き出すの勝手に、そうポルターガイストかって思うよね。もうこれ返品やわと、誰にも勧められへんというね、ものを買ってしまったということで、まああのハンディクリーナーはね難しいね、ちょっとあんまり安いのはねやめた方がいいし、その上になるとちょっと高いしというような感じでございます。まあ、ただね自分の家にその掃除機が ないというか、のハンディ掃除機ないので、まあ、マキタのねあれいいのかなと思ってますけどね、ちょっとね、まあ、ちょっと狙っていこうかなと思ってる次第でございます。はい余談でございました。はい、続いてあかねけいさん、ラージグ盛り上がってくれるといいですよねと、AT がどんな感じで出てくるのか楽しみですと、楽しみね、早く見たいね、もうどんなんだろうね、まあ90とあんま変わんないとは思うけどね、ありがとうございました。西鉄のシンシンさんお疲れ様です。シンシンさん、が CX90 の動画を作ってくれなかったらきっと私は動画も画像も見ることはなかったでしょう。だって私には縁のない車だものと、AT はどんなでしょうねと、私ももう3列シートじゃなくていいや、と思ってアルファードから60にしたのですが、たまに3列シートがありがたい時があるんですよ、分かっていましたかということでね、これはアルファードから来たとなるとね AT がね、欲しくなると思います、おそらく見たらね、おそらくですけど、で欲しいけど60買ったばかりで金がないとのことでしたが、早く売れば下取りも高いですよきっとと そそのかしてみる初期の60は不具合だらけ、実は表向きわからないけどセーフモードの可能性ありってことで下取りが劇的に低いかもという心配をしているのは内緒の方向でということで、まあちょっとねもしかしたらあるかもね、その初期ロットのやつがね
ダメみたいなね、ありそうです。はい、そして、のぞみさん、のぞむ、のぞみさん、アーティザンレッドプレミアム、レッドプレミアムの下りで爆笑ありがとうございました。なんかちょっとさ、このプレミアム入るとわけわかんなくなるね、私ね。あのロジウムもそうだけど、プレミアム、ロジウム、メタリックプレミアムみたいなね、なんかわからんことになるね。はい、ありがとうございました。そして K さん、シンシンさん、こんにちは。マッズアントークの連投お疲れ様です。このペースでの投稿は大変だと思いますが、リスナーの私にとってみれば大変ありがたいですよと。コメ数も増えてきてますし、紹介するのは結構重労働になってきてると思いますが、お体、黄金の喉を壊さない程度に、頑張っていただけたらと思います。いいね当然押しましたよということで、ありがとうございます。いいねね、皆さん最近押していただきまして誠にありがとうございます。これからも、いいねね、お待ちしております。やっぱりさ、あの YouTube さんが、広めてくれる感じがしてますよね。ぜひともね、ちょっとでもいいと思っていただけたら、ポチッと、重労働でしょうけどお願いします。はい、ありがとうございました。はい、続いて、豚の国からさんね、90、その名もキューティー、いいねキューティー、圧倒的な存在感、どこ存在感、どこぞの、高級車が SUV 化されるとの噂を前に、センチュリーブラックとか、漆黒カラーを先出しすれば話題独占間違いなし、良くも悪くもですがと。センチュリーが SUV 出るんだっけ、すごいね。センチュリーの SUV 乗ってみたいね。めっちゃ高級よね、ロールスロイス級よね、おそらく。はい、ということでキューティーいいね。まあキューティー日本で発売されないからな、そんなに名前がどうのこのってこともないけども、うん、まあまあいい、いいですねキューティーね。AT キューティー、まあいいか。はい、ありがとうございました。丸宮さん、シンシン目移り上お疲れ様でございます。ベースは60くんですねと。フロントサイドリアのガーニッシュがかっこいい、60にも欲しい純正でないかなと。あとホイールもかっこいいですよねと。20インチででないかなと。あとはおいくらなのか、お高いんでしょうということでね。お高いんでしょうということでね。そう、僕はフェンダー同色が好きなので、塗り分けされてると選択肢から外れます。もう少しオフロード寄りに寄せてくれるならありですねと。やはりラグジュアリー、ラグジュアリーちょっと待って発音どうぞ。エコーちょっと待って、エコーも聞かせてと言ってるのでもう一回いきますよ。ラグジュアリー、ラグジュアリー、どうこれ、どうなの、ピンコゴーパパさん、違う違う、添削して、添削ならば同色で攻めてほしいところ欲しいですねということでね。ラグジュアリーなやつもいいですねということでございました。ありがとうございました。続いて、YMK さん、うちのディーラーではそんなものないとすっとぼけられました。音ぼけ支店長だっけ、課長だっけあの音対策のねやつだと思います。このね、すっとぼけられました。どうなんでしょうか、同じ関東松戸だけどね、うん。はい、続いて、レジパパさん、ああ昨日せっかく納車したのにあまりにも興奮して新司さんへの DM で普通に納車って言葉が出ちゃってたと。これはカレーから来る尿漏れですかなんてテンション上がってんな90はリア周りがより一層かっこよさが増してますねと。3列目のシートは普段使わなくてもあるとやっぱり6人とかでも1台で、移動できるのは良いですねよねと。コミュ力高くてお友達多い人にはうってつけですなと。私は友達そこまでいないので不要ですとそんなことない気がするな、レジパパさんね、うん。ちなみに60を納車や試乗された皆さんに伺いたいのですが、60の A ピラー結構下がり目ですかねと。急ぎドライバーズなんちゃら設定しないでドラポジを合わせたので、乗り降りするときに頭がぶつかるという、身長、低身長のためシート前目&高めだからかなと。とりあえず先ほどなんちゃらの登録したらエンジン切るとシートが自動で下がったので、次から乗り込むときはぶつからないかなと。あと最後に P に入れてエンジン切った後に、ゆっさゆさーとなるんですが皆さんもですか、外から車を揺すらされてる感じなのですが、なんか気になってますと。なんかある気がするね、忘れたけど、なんか一瞬感じたことがある気がするな、ゆっさゆさって
なる気がするよね。どうでしょうか皆さん、答えてください。ありがとうございました。そして自転車リンリンさん、私も全く同じ症状がありましたよ。国道を走ってたら突然車速が遅くなり始め、アクセルペダルを何回か踏んだのですがエンジンがかからずに、車が停車寸前に、後ろに車が続いていたのですごく焦りました。とにかく惰性で、感性でゆるゆると道の左側に寄せて停車、メーターにはアイストップの表示が出ていましたが異常停止等の表示は出ていませんでした。幸い停車するかしないかぐらいにエンジンがかかって、車列に戻ることができました。当然すぐにディーラーに持って行ってログを調べてもらったのですが異常停止の記録はなく原因がわからないっていうことでした。それはないでしょうって感じです。そうですよね、うん、その症状は現在まで一度限りですが、相当肝を冷やしましたし、あれは絶対アウトでしょうと、アイストップから復帰しなかったのかなと、ガク山原さんの報告を見て同じだと思いつい返信してしまいましたということで、まあ、同じ症状がね2台、私のチャンネルで出てきてしまいました。ちょっとこれは気になるね、うん、まあもし続報等ねありましたら、教えていただきたいと思います。ありがとうございました。続いて、TT さん、ガソリンターボの直力 3.3 リッターで、340PS となると完全に欧州車とガチンコ勝負する気ですねと。スポーツモードで踏み込んだ時にどんなフィーリングなのか非常に興味があります。60ではアテンザじゃなくてアンテナがなくなったのに、90ではシャークピンアンテナが見えますねということで、あったかな、うん、ありがとうございました、うん、どんな感じかね、乗ってみたいね。はい、ありがとうございました。続いて、ガク山田さんね、こんにちは。不具合にエンジンハンドル起きた時の異音での件で挙げたものですが、本日ディーラーに点検してもらいました。結果はエンジンについてはデータをマツダに送るそうですが、その際の自分の操作も分かるそうで、まずはパーキングに入れた操作、後続車に知らせようとドアを開けたのも残っているそうです。すごいですねと。ただ今のところは原因が分からず、メーカーの解析待ちですと。ハンドルを切った際の異音はロアームのブッシュからの異音で、ディーラーも把握していました。ディーラーとしては今部品を変えても再発するとのことで、ラバーグリスを塗る対応となりましたが、メーカーで対策品を出さない限り根本的に治らないとのことでした。早く対策品を出してほしいですねということでございます。これね、ハンドルのイオン来た時のイオンがすると。で、私ねイオンするんじゃなかったっけって言ったけど、あれ勘違いだね。あの CX-8 に乗ってた時に一番ね最初の走り出しの時点でカンって音がする時あるんですよ。それ多分ブレーキなんだよな。多分ブレーキの辺から音がすると思ってるんで、ハンドル切った時じゃなかったね。勘違いでした。すみませんでした。うん。なんか音がする時あるんだね。8の時もね。うん。その辺がな、どういうもんなんだか分かんないですけどね。はい。ありがとうございました。続いて、スーパードトローさん。シンシンさん、こんにちは。納車されて、2週間くらいで気づいたんですが、左後ろのドアの閉まりが悪いと、他のドアは軽く閉めると閉まりますが左後ろのドアは半ドアになってしまう。皆さんどうですか、一回点検で見てもらいますがということで、これはちゃんと見てもらった方がいいかな。立て付けが悪そうな感じだよね。ちょっとね、うん、調整してもらって直ればいいかなと、思います。はい、ちょっと見てもらいましょう。続いて、マサモさん、シンシンさん、お疲れ様です。今日も1時間超えの動画ありがとうございます。この嬉しさを例えると、好きなシチュエーションの動画を検索したら、ドンピシャのものが見つかったくらいの嬉しさです。うんと。はい、ここ何日かのむっちゃん60の、経過報告ですが、400キロドライブで、岡山広島と走りましたが、とても快適だったのと、納車されて3週間で、IDM サードステージに入ったことくらいです。ヒフスステージまで、あるそうなので、これからも高スコア狙いつつ運転楽しみたいと思いますということでね、ありがとうございました。いいの見っかったね。そしてタイタンさん、フェンダーの盛り上がりがかっこよいのか、メッキがかっこよく見えるのか、私のはメッキ系のモダンなので、サムライプロデュースの外装でこの雰囲気に持っていけると勝手ににやけてます。そういえばリモートスタートの仕様が変わって、勝手にデフロスターは入るようになりましたよと。あ、そう、勝手に入るようになったんだ。なるほどね、それは知らんかったね。うん、そうか、
なんかなんだっけ、天の声じゃなくて勝手になるやつだっけでパンダ子さんね、中山秀凡さんの、中村さん、中村秀凡さんの改善活動のおかげで、まずはデフロスターからプログラム自動アップデートが始まりましたねと。あ、そうなんだ、さすが秀凡さんね、うん、すごいね。4月以降の10速化のアップデートが楽しみです。あ、これサムネ見たけどさ、これ何なの、どういうの、どういうことなの10速になるの、どういうことなの見ろってうん、とりあえずヒデポンさん応援しておけばよくなっていく感じはありますね。なるほどね、うん、なるほどなるほど。で、え、10速になるの、どういうこと。ヒデポンさん10年くらい前の中村屋時代、うん、アテンザクロスティにスローコンつけてエンジンをぶっ壊した自身の経験を生かして、マツダディーゼルにはスローコンをつけちゃダメとブログで注意喚起してくれていたので、実はスローコンをつけようとしていた自分の車を壊さずに済んでいます。キャラがあんなのでチャラく見られていますが、実は昔からマツダ社の救世主だったりしてるんですよね、ということでね、らしいでございます、ございます。ヒデポンさんね、最近見てくれてないかな、私も今度見よう、10速のやつなんだか分からんけど、はい、ありがとうございました。続いて島次郎さん、ミスターニョーシャマンこと新人さんはいつも楽しく拝聴しております。先日ディーラーから昨年11月末に注文したクロス D エルパケ、AWD ロジファが生産枠に入ったと連絡が入りました。早すぎて失禁しましたほんまかいな納車3月末頃からと予想しています。それはともかく初期型で発生しているネガ、リアドアの閉める音等が、改良されているのを願っています。これからもたくさんの動画を楽しみにしております。最後に一言言わせてください。直力は永遠に不滅です。長文失礼しましたありがとうございました。食欲は永遠に不滅ですとね、長嶋茂雄さんの言葉のようでございます。不滅ですよね。はい、ありがとうございました。そして YMK さんね、皆様こんばんは。先日新潟まで行った後、今度は旅行で滋賀まで行ってきました。予定にはなかったのですが、電車ごっこという特殊なお風呂を発見し、面白そうなので遊んできましたよと。どういうんだっけそれ知らないですけど、私マジで特殊そうですな、それは。うん、特殊浴場なんでしょうか、はい。滋賀まで往復ちょうど1000キロ、出発前にリセットしてメーター表示の燃費は 21.1 キロと、往復無給油で行けました、ギリギリでしたかと。すごいね、うん、いいですね、燃費がやっぱりいいな。平日だったので新東名などガラガラで120キロでも墓石のような安定感でドライブできました。軽く180キロ出ちゃいますねと。でも新東名の120キロの標識を認識して、メーター内に、表示されるのに、東北道の120キロ区間の標識は認識されしないのはなんでだろう。でところで先ほど少々雨が降りましたが、リアスポから下がめっちゃ汚い、真っ黒ですがなと。これマフラーカラーのススなんですかねと。ガソリン車では見たことない汚れっぷり。芋の工場の近くに、1時間置いておいたみたいになっとる。最後に補助金の交付決定の知らせが、郵送されてきました。ここでは、最速納車だった僕にようやく決定通知が来たので、皆さんのところもぼちぼち届いていくと思いますということでね。補助金忘れたね、もうねそろそろ届くみたいなので、またね、なんかサムライプロデュースさんとか、サムライプロデュースさんとかを皆さんね買って見れたらいいのかなと思いますありがとうございましたまあちょっとススはね、うん、ちょっと出るね、ススはディーゼルはね、うん、出ます。はい、ありがとうございました。はい、ということで今日のねコメントは以上となります。皆様ね、たくさんのコメント本日もありがとうございました。はい、続きましては、最後ね、本日のベストコメントとさせていただきたいと思います。本日のベストコメントはこちら。はい、スクラッチゼンさん、シンシン様、動画にしていただきありがとうございます。松田社はやっぱりシンシン様の動画一番ですねと、これからも楽しみにしてますということでね、めっちゃ嬉しい、ありがとうございますということでね
あのやっぱりこういうのを選ぶのねあなたという形でございました。スクラッチベンさんね、ベストコメントおめでとうございます。ありがとうございました。またこれからもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。はい、ということでね、今日のコメント以上と、全部でねコメントというかコーナー以上と、なります。あの皆さんもねいかがだったでしょうか。今日はなんだっけ、最初はまあ私 の, あのメーカーオプションね5000ね、お気に入りの5000紹介させていただきまして、まあ自分の車を少し紹介しまして、まあいつも通りね、愛車紹介なら、納車報告やら副用投稿やら、末段でワイダンやら盛りだくさんの内容となりました。皆さんはね、あの楽しんでいただけましたでしょうか。このね、動画は皆さんで、ね、楽しんでいただけたと思っていただけた方はね、少しでもね、高評価を何卒よろしくお願いいたします。もう少しでもね、まあ、車に興味ある人とか松田に興味ある人に見ていただいて、みんなで、ね、60を増やしたろかいなとね、いうことになってますので、皆様ご協力のほどよろしくお願いします。またあの気に入っていただけた方、いいと思っていただけたらね、チャンネル登録なども、忘れずによろしくお願いいたします。はい、ということで、今回の動画は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。